強化人間 C4621 レイヴン、オールマインドはこれよりリリース計画に対する最後の障害、観測者たちの結社オーバーシアーの殲滅戦を開始します。彼らはザイレムをバスキュラープラントに衝突させ、コーラルを消滅しようとしている。あなたにはそれを内側から阻止してほしいのです。目標はザイレム制御中枢に仕掛けられたパラサイトモジュールの全破壊。これによりオーバーシアーが掌握している管制系統を正常化し、オールマインドによるカウンターハックでザイレムを強制停止させる手はずです。猶予はありません。ザイレムが正動回避限界ラインを越え、バスキュラープラント衝突が確定するその前に、確実な遂行をお願いします。オールマインドはオーバーシアー、始めましょう、レイブ。メインシステム戦闘モード起動。ミッション開始。オーバーシアーの仕掛けでパラサイトモジュールを全て破壊します。制御ブロックには我々が先立って潜入させたゴーストが点在しています。これもオーバーシアーカーラにより制御を奪われている状態ですが、無力化すればパラサイトモジュールの位置情報を引き出せるはずです。モジュールの破壊を確認しました。カウンターハックおよびオーバーシアーとの交戦を開始します。
緊急プロトコル発動代行。ザイレオールブロック。強化人間 C4621 レイブル。オールブロックの発動を許せばザイレム衝突軌道が確定します。急ぎましょうレイブ。バスキュラープラントへの衝突は回避されました。それからこちらの対処が終わったことも報告しましょう。人間 C4621 通常モード移行。